ジェットストリーム。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 遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまの、なんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線も、まぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜日から金曜日までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、福山雅治です。ジェットストリーム。日本航空、JAL がお送りします。ジェットストリーム。作家が描く世界への旅。今週は自然写真家高砂淳二のフォトエッセイ集、ハワイの50の宝物より一部編集してお送りしています。今夜はその第3夜。静寂に包まれた深海の神秘と地上のハーモニーをお届けします。ジェットストリームの番組ウェブサイトでは、高砂淳二が撮影した写真もご覧いただけます。
海島の粉置きの海底は、なだらかに深くなっていくのではなくて、一気に500メートル以上も落ち込む、すさまじいドロップオフになっている。逆に考えれば、マウナケア山やマウナロア山が4000メートルを超える山々なので、ハワイ島自体は海の中から一気に1万メートル近くも立ち上がった険しい島であるとも言える。そんなわけで、粉沖の海はどこまでも青い、まさにグランブルーの世界なのだ。しかもそんなドロップオフ地形になっているため、島のすぐ近くでカジキやキハダマグロなどの大型の回遊魚やゴンドウクジラなどが泳ぎ回っている、野生そのものの海でもある。その海で密かな人気を集めているのが、ブルーウォーターダイブというちょっと変わったダイビングスタイルだ。通常のダイビングは10メートルから30メートルぐらいの深さの海で、海底のサンゴや魚たちを見て泳ぐといったスタイルなのだけれども、このブルーウォーターダイブは真っ青な、底の見えない、吸い込まれるような海で、宇宙空間を漂うように中性の浮力を保ったまま流れに身を任せるという、なんとも不思議な潜り方なのだ。はじめは何か大物を見られればと思って始めたようなのだけれども、やっているうちに心までも深いブルーに染まってしまいそうな青い水の中に、時々同じ浮遊者であるクラゲやプランクトン、中には七色の光を発する不思議な宇宙生物のような浮遊生物と出会いながら、身を任せることの気持ちよさが人気を呼ぶようになったようだ。僕たちの体はほとんどが水分で、しかも体液は海水と組成がほとんど同じ。つまり海を皮膚で囲って陸に上がって暮らしているようなもの。もしかしたらブルーウォーターダイブというのは、里帰り的な体験をするダイビングスタイルなのかもしれない。
ハワイアンスラックキーギターとは、甘ったるいリゾートあたりで流れている電気的な音のスチールギターでも、小さなウクレレでもない。かといって特別な形の変わったギターでもない。その昔、スペイン人たちがハワイに移住してきた時に持ち込んできたギターを、演奏法は伝えないまま彼らは置いて引き上げてしまった。残されたギターを当時のハワイアンたちが適当にいじって、自分たちの音楽に合うようにチューニングを作り上げてしまった。当然いろいろなチューニングが開発されたのだけれども、どれも弦を抑えなくても調和の取れた和音になっている。しかも通常のチューニングよりもかなり弦を緩めてあり、ゆったりとした楽なチューニングだった。いかにものんびりした、しかも気持ちのいいハワイの風土やハワイアンの気質にぴったりとはまったチューニング法が生まれた。そのチューニングで弾くギターのことをスラックキーギターというのだ。スラックとは緩めるという意味。僕も下手の横好きでスラックキーギターを楽しんでいる。僕の先生はなんと日本の第一人者の山内優希さん。そしてなんとその先生はスラックキー界の伝説の人、レイモンド・カーネさんだ。ちょっと恐れ多すぎるとは思ったのだけれども、やはり大先生をお元気なうちに表敬訪問したいと思い、2年ほど前オアフのご自宅を訪ねたことがある。カーネさんも奥様もご在宅でのんびりとくつろいでおられた。自分のことを紹介してあれやこれやとお話をしたり、ギターにサインをしていただいたりしているうちに、では弾いてみなさいということになった。下手ではあるけれども心を込めて弾いた。大先生はなんと僕のギターに合わせて何曲も歌を大声で歌ってくれた。嬉しかった。
織りなす時の流れの中で、刹那輝きを放つ音楽があります。長きにわたり心に届く音楽があります。そしてあなたに驚きと発見を与え、優しく包んでくれる音楽があります。サウンドグラフィティ、
your mind. Oh, 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 oh yeah, yeah. Let's go down at the beach or party in town. Making love or just riding around. It can ease your mind. Oh, 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 oh yeah.
just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. サウンドグラフィティ。本日お送りした曲は番組ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。ジェットストリーム。今週は自然写真家高砂淳二のフォトエッセイ集、ハワイの50の宝物より一部編集してお送りしています。もう一度聞きたいという方は無料アプリラジコのタイムフリー機能でお聞きください。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の感想曲、ジェットストリーム。お相手は福山雅治でした。ジェットストリーム、日本航空 JAL がお送りしました。